どうもお疲れ様でございます。まあネットで何かこう表現をしているとアクセスってものからはやっぱり逃れられないかなと思います。まあ特にね、まあ、私たちはアクセスが欲しくてアウトプットをしているところもありますし、ビジネスで収益を上げようと思ったらアクセスの中から商品を買っていただけるようなね、そういった濃いファンの方との出会いをまあ求めているわけなんですよ。で、この夏ですね、私 YouTube の新しいチャンネルをちょっと収益化したんですけども、これ収益化になるに至ってですね、意識しているところが何点かありまして、その中で強く意識しているところが2つあるんですよね。それについてちょっとお話したいと思います。まず1つ目なんですけども、この収益化したチャンネルで意識したのはね、テーマが政治系チャンネルなんでアクセスは集まりやすいんですけども、ただ似たようなことをやってる人がすでにね、先発組がもう無数にいるんですよ。その中で差別化を図ろうと思った時に、一つね、まず意識したのが切り抜き動画にしないってことなんですよね。要するに政治系チャンネルですから元の、ね、演説の動画とか国会の動画があって、それを切り抜いて、アウトプットしてるってところが多いんですけども、そうなるとね、どこもかしこも似たような動画になっちゃうんですよ。ですので私はあえてね、切り抜きをあんまり使わずに、ある動画を見て私が思ったことをね、感想をですね、話すことにしたんですよ。そうすることによって元の動画は一緒なんだけども、元の動画で止まるんじゃなくて、そこからさらに自分っていう存在を加えた、つまり付加価値をつけてですね、私の考えはどうでしょうかっていうふうな形でやってみたんですよね。まあそうすると当然ですけども、ある政治家さんに対してものすごくね、こう肩入れした私の方応援した動画になりますんで、同じベクトルの方が集まりやすい、同時にですね、アンチな方も来やすいということになって、結局アクセスに追い風をもたらすことになったかなと思いましてね、2週間で収益化になったということでございます。これが一つですね。元動画をほとんど使ってないんで、だから著作権に関してもあまり被らずに済んだかなっていうところで収益化に成功したというところなんじゃないかなと思います。まあ、他のね、切り抜きさんとかね、全然収益化しないらしいんですよ。それこそチャンネル登録もね、5000人ぐらいいたりとか、動画の再生数も数万っていうのを連発してる割には収益化しないっていうところがあって、多分これはね、オリジナリティに欠けるっていうふうに判断されたんじゃないかなと思うんですよ。つまりはどっかでアップロードされていた元動画を切り抜いて組み合わせただけっていうところだと、確かに量産ができてアクセスは集まるんだけども、 YouTube 的にはこれオリジナリティないよねっていうふうになったんじゃないかなと思います。これが一つですね。でもう一つはですね、読者さん同士の関わりを意図的に作っていったってことなんですよ。これ具体的に何をしたかっていうと、私の作った動画に対してコメントが何十件とか100件とかつくんですよね。本当に100件とかつくんですよ。数千回の再生数に関しまして150とかコメントがついた時に、そのコメントをね、全て読み上げて、でコメントにどんなことが書いてあったのかっていうことを動画で紹介するみたいなことをずっとやってたんですよね。まあ、そうするとコメントを書いた人は、あ、確かに自分のコメントを読まれてるなってことで、まあ、嬉しいじゃないですか。あとは他の方のコメントも同じように読まれるんで、あ、別の人はこんなコメントを書いてるんだなってことで、やっぱりお互いに意識するんですよね。でコメント欄でコメントを書いた人同士が、あ、この人また書いてる、この人また自分のコメントに返信してくれてるみたいな感じでコミュニティを作ったんですよね。そういうふうな形 でそうすると、これも今までに多分政治系チャンネルとかではね、なかった取り組みなんで、オリジナリティがあったということで、まあ評価も YouTube からされたのかなっていうのと、コメントを書いた人同士がね、やっぱ仲良くなっていくっていうことがそこで起きてるかなと思うんですよ。まあこういうふうに、ちょっとだけね、今までの YouTube をやってきた経緯を組み合わせてですね、オリジナリティのある、まあ、政治系チャンネルにできたんではなかろうかというふうに思ってますね。だから他と違うことをやるっていうところが、まあ、ポイントになってくるのかなと。で先日 2,3 日前ですけども、初報酬が振り込まれましてね、やっぱりこう数万円単位で入ってると、あ、なんとなくやってきたんだなっていうふうな気がしますね。今のメインチャンネルっていうのは最初の報酬っていうのは数百円だったんでね、それを考えると、あ、随分的を置いて最初から数万レベルでこのね、 YouTube の広告収入が随分下がった時代に、まあまあ、大金星取れたんじゃないかなっていうような気がしてますね。はい、これからもね、新しい YouTube の形を模索していこうと思います。それでは。